はい、本日のお昼ご飯はこちらでございます。ちょっとね、調理中に使ったやつなんでね、汚いですが、味噌汁ね、これもカルシウムたっぷり。はい、こちらが、牛乳うどん、こちらもカルシウムたっぷりでございます。野菜もたくさん入ってます。はい、そしてこちらカプレーゼ風タラのなんちゃらカプレーゼ、はい、こちらもね、かなりカルシウムがあります。はい、そして骨折をしてしまったおじいちゃん、はい、食べていきましょうか。はい、じいちゃん、じいちゃん、はい、食べていきましょう。はい、いただきます。はい、いただきます。うん、うめえ。うどん、うどん、はい、今日はもう全部じいちゃんの骨を考えたメニューになってますから。はい、ありがとうございます。あっちだろ、ご飯食べてるよ。うん、ご飯はあなたのだよ、俺は食べません。なんならうどんを残してご飯を食べて、うんうん、これお魚ね、うん、イタリア風のお魚。ちょっとうますぎるな。うまい。今シーズン初の実戦のマウンドに上がった大谷選手、注目の初回はバッター3人をたった7球で打ち取り、上々のスタートを切ります。大谷はスライダーでこの試合最初の三振を奪うなど、3回途中まで投げノーヒットピッチング。茶碗持ってくやいいじゃん。どうですか、飯は。美味しいですか。うん、うどんもうまいな。これあなた好きだもん。骨折は大丈夫なのかさ、あなた。骨は大丈夫なのかさ。骨。痛くないんですか。うん。頭おかしいよ。普通骨折ったら痛いんだよ。うん、にゃむじゃなくて、骨折ったら痛いんです、普通の人は。あなたと違って。これ折れてんのかな。ざけんなよマジで。骨が折れてるから昨日も今日も病院行ったんでしょ。うん、まあその割合には痛くないんだよね。あっぱれだあんたは。
あなたは本当に体が丈夫だこと、うん、丈夫だよ体が、これ美味しくない？まあ、どう？うまい。うまい？うん。美味しいよねこれね。安い土下座だな。
その2つはどうやって家庭用で実現したかですよね。すごいんですよ、これは。簡単にはいきません。数年の歳月をかけて、まあ、これ、最高ランクの圧力スチーム IH。だからこっからが大変あんた、うん、足の筋力が衰えてくるから、うん、うまく足が動かねえわけだろ、うん、そしたら自分でこうやってちょっと痛くてもこうやってストレッチをして、うん、そう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 、で骨が完全にずれちゃってんのよ、うん、ずれた骨折なので、これを手術して、うん、またやるっつってもあんた動くでしょたくさん、だから絶対くっつかないんだって、もう完全に入院しないと、で高齢者だからもし1ヶ月2ヶ月とか安静しちゃって寝たきりにしたらそっから歩けなくなっちゃうべ、だからもうしょうがないんだって、もう歩いてくださいって、骨折れたまんま、それが一番いいって、よくはないんだけど、うん、それが今残ってる方法で一番いいんだって、うん、で幸いあなたが痛くないっていう超人的なパワーを持ってるから、うん、こっからが大変だよ、うん、これはもうストレスが溜まっちゃうから、そんないっぱい構ったりしないから、もう自由に、あなたが自由にやるのを見守ってるから、助けられるときは助けるし、助けられないときはもう正直助けられない、もう家にいることばっかじゃないから、うん、な、あの医者若いもんな、あ若いんだろまだ、誰があの医者、うん、長かったな。医者に若さなんて関係ねえだろうよ。医者に若さなんて関係ねえよ、何にも。うん、若えからダメだ、年老いてるから信頼できるなんてないよ。年老いてる方がずるいことばっかいっぱい覚えてんだから。うんうん、サポートされてる方がとにかくあなたは今まで以上に頑張んなきゃな、うん、僕も全力でサポートしますけど、44歳か白石美穂、あの女、うん、あの女って言い方よ。
算数うまっ。千葉はね、多いよな。いくらなんだよ、ここ。変なとこあんな。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ナイス、ナイス食欲、よかった。ナイス食欲、大大大大大満足、はい、OK、はい、元気出せや、うん。まあ元気を出すのは俺の方なんだけどな。どうもどうも。